ジマシン、オルテス5をご存知か。時は1977年、5機のボルトマシンが変形合体、巨大ロボ超電磁マシーンボルテス5が完成する。ボルトマシン5機のセットアイテム、ボルトインボックス、それはまさに5機合体ロボット玩具の到達点。その魂を受け継ぎ、2020年究極のボルテス5が降臨する。デラックス超合金魂、ボルトインボックス、超電磁マシーン、ボルテス5。最新技術でよみがえった5機のボルトマシンを公開しよう。1号機高速戦闘機ボルトクルーザー、郷健一の乗るコックピットカプセルを装着可能。クルーブーメラン、クルーカッターも装備。2号機爆撃機ボルトボンバー、峰一平の乗るコックピットカプセルを装着。3号機重戦車ボルトパンザー、郷大二郎の乗るコックピットカプセルを装着。2機のパンザーアームが稼働。4号機潜水艦ボルトフリゲート、郷ひろしの乗るコックピットカプセルを装着。5号機装甲車ボルトランダー、岡恵の乗るコックピットカプセルを装着。ランダードリルを展開可能。5機のボルトマシンは要塞基地ビッグファルコンをモチーフにしたディスプレイベースに展示できる。さあ、いよいよボルテス5に変形合体だ。ボルトクルーザーより郷健一の合体コールが鳴る。はい、トゲザー、はい、ディスプレイベースに収録された5つの楽曲を鳴らせば、より臨場感あふれる合体が楽しめる。が頭部に、ボルトボンバーが両腕に変形、マシンが合体する瞬間ジョイントサウンドが鳴る。ボルトパンザーが胴体に、ボルトフリゲートが両足に、2つに分かれたボルトランダーが合体すると、全高約360度、超電磁マシーンが完成する。叫びとともに両目が発光。エフェクトパーツで迫力のディスプレイが可能。全身関節の可動と豊富な武装オプション、鳴り響くセリフと効果音で様々な攻撃技を再現。ボルテスバズーカー、超電磁ストリング、ガトリングミサイル、全27種ものセリフ音声を搭載。さらにボルテス5に合体もできるタカメカと、史上初の立体化となる敵メカゴア残軍円盤も付属。かつてのボルトインボックスをオマージュした巨大パッケージ、楽曲セリフ効果音を搭載。5機変形合体、至高の到達点。デラックス超合金魂ボルト